天城周辺の鉄道外略図。黒線は現存する鉄道路線両畜軌道は、かつて福岡県受け葉郡田主丸町と朝倉郡天城町、秋月町などで軽便鉄道、乗り合いバスを運営していた日本の企業、及び同社の運営していた鉄道路線である。新両畜軌道への事業引き継ぎ、朝倉軌道による買収、両畜産業への名称変更。 鉄道路線全廃によるバス専業化などを経て、最終的には西日本鉄道に統合された。天城駅の様子。右側が両地区軌道、左側は朝倉軌道である筑後軌道に接続する田主丸と朝倉軌道に接続する天城を結ぶ鉄道路線として、1911年7月7日に特許が取得され、同年9月に おにきしんらによって創立された会社が、両畜軌道株式会社である。1912年9月8日に、田主丸天城館が開業し、1913年1月23日には、天城から、かつての城下町である秋月まで路線が延伸された。動力には、蒸気機関車を用いており、路線は、朝倉軌道と接する天城近辺を除き、 ほぼ全線が専用軌道であった。当初の経営が順調であった両区軌道は、秋月からさらに筑紫山地を越えて、加保群へと延伸し、筑法と筑後を結ぶ計画を立てる。これは、筑後側からも、筑法側からも要望が強かったために、株主の応募も多く、1920年には、加保群薄い村内に上薄い、飯玉 0.54km を開業。 この区間では、飯田で上山田線薄い駅に接続し、笹原炭鉱の石炭輸送を行っていた。しかし、1921年6月17日、筑後川で大洪水が発生する。これにより両筑軌道は、筑後川にかけていた目標が流出してしまうという、大被害を受けてしまった。このため運転休止を申請したが認可されず、運行は、 川の両岸で折り返しとした上で運転を午前、午後に1回ずつの1日に往復まで削減し、職員は事務長1人を残して全員解雇するなどして経費を削減した。なお、運転手は畜後軌道の非番の者や臨時雇いで補った。そして、1925年には全資産を新両畜軌道に売却して再起を図る。しかし経営は好転せず、 1927年頃には上薄い飯田館が、1930年7月には田主丸天城館が廃止となった。そして1931年3月には朝倉軌道に買収され、社名は元の両区軌道に再変更された。これ以降の両区軌道は、形式上は独立した会社であったが、役員は朝倉軌道と共通となっており、運行は、 朝倉軌道多士路線と一体化した形で行われるなど実質的には朝倉軌道の支線であった。1936年9月には社名を両地区産業に改めバス事業にも乗り出す。1938年には朝倉軌道からバス事業を譲渡された。しかしその一方で同年12月27日に天木や木月館が廃止され両地区軌道の付設した。 鉄道路線は全廃されることとなった。その後は、かつての鉄道路線と並行する天城秋月館や天城田主丸館をはじめ、天城都市館、秋大行事館、天城三河館などに路線を運営するバス会社として営業を続けたが、1941年9月に同地域のバス会社であった九州乗り合い自動車と統合されて東福岡交通となり、 1943年7月31日には、西日本鉄道に統合された。廃止時点、麻生滝地や伊藤伝右衛門などの地区法の資産家も出資していた。大正初期九州における、地域鉄道23ページ、天城市,市、下館205ページ、立谷来町市、天城市、下館205から206ページこの、軌道布設特許権譲渡について、 小川の仮説によれば不良債権を抱えた地元金融機関が負債の焼却を図るために新会社を設立したとしている。それは新領地区起動の役員は地元の浮葉銀行、田主丸銀行、田主丸実業銀行の関係者が大半を占め、大株主も浮葉銀行を支配する森武の親族がなお連ねていた。さらに本社所在地は、 浮波銀行頭取の森田富次郎の自宅とされており、それは、秘密保持、両地区軌道から新両地区軌道への売買行為が、浮波銀行の信用に芳しくない背景を持つ、ためとしている、新両地区軌道への譲渡の直前の田主る銀行。田主る実業銀行は、貸付先の回収が著しく滞り、特に、田主る実業銀行は、多額の固定貸しを抱えない情は、 困難な状況であり、浮き葉銀行を含めた産業が併を計画しており、生き残りをかけていた時期であった。一方、両区軌道では、借入れ金が開業間もない対象3年現在で6.8万円で、あったのが6年3月現在で11.8万円に膨らんでいた。そのため、不良債権を新会社の株式と交換する手法により新両区軌道では、 借入金をわずか六百円にした。目的の終わった新両畜軌道株は昭和九年には安銀行東取りで朝倉軌道社長の多だいざおら浅倉軌道関係者に譲られた。ただ両畜軌道の借入先と格好の貸付先が不詳のため奥足にとどまるとしている。九百三十四年時点で旧路線車両六台、全国乗り合い自動車双欄軌道不設特許権譲渡。 漢方1924年12月2日、軌道特許執行、漢方1927年9月1日、軌道営業廃止、漢方1930年9月6日、九州沖縄、日本鉄道旅行地図帳42ページ。ありがとうございます。